スティーブ・ストーンはアメリカメジャーリーグで活躍した投手。ウトウミギウチ。アメリカ合衆国オハイオ州出身。ニックネームはストーニー。ユダヤ系アメリカ人としては史上3位の107を挙げた。現在はスポーツキャスターを務める。ケント州立大学ではサーマン・マンソンとバッテリーを組む。1968年6月のドラフト会議で。 クリーブランド・インディアンスから16巡目に指名されたが入団せず、1969年2月のドラフトでサンフランシスコ・ジャイアンツから4巡目に指名され入団。2シーズンをマイナーで過ごした後、1971年4月8日にメジャー初登板。腕を痛めていたこともあり、2年間で11勝に終わり、1972年オフに交換トレードで シカゴホワイトソックスに移籍。1973年も6勝11敗に終わるが、176回、1、3を投げて138奪三振。9イニング平均7.04個はアリーグ第4位であった。この年限りで、強打の三塁手、ロンサントとの交換で、3選手と共に同じシカゴのカブスに移籍。1975年には、 初の2桁勝利、200イニングを記録するが、1976年には3勝に、終わり、フリーエージェントとなり、ホワイトソックスに年俸6万ドルで移籍。1977年には15勝、1978年には12勝と、いずれもチーム最多価値を上げた。この年再び、FA となり、ボルチモアオリオールズと、当時としては、 高級鳥の部類に入る4年76万ドルで契約。1979年は11勝7敗だが、9イニング平均、被安打8.37はリーグで最小で、チームのワールドシリーズ進出に貢献。この頃からメンタル面、身体面でのトレーニングを行う。ユダヤ系最高の投手サンディ・コーファックスの電気を5回、熟読し、背番号をそれまでの21から、 コーファックスと同じ、32に変更する。1980年には突如大化けし、なんと25勝7敗、防御率3.23の好成績でサイヤング賞を獲得。25勝、先発37、投球回数250回に、3はいずれもリーグ1位であった。オールスターでも3回を完璧に抑えた。この年は投球の50%以上がカーブであった。 一年だけでも25勝7敗の成績を上げれば、15勝15敗を5年続けるよりは、ずっと良いとカーブを大投げしたのだが、それは腕に負担をかけた。翌1981年には敬遠に苦しみ、4勝7敗に終わって、この年限りで現役引退した。最高のシーズンからは1年しか経っておらず、まだ34歳であった。引退後、 1983年から1997年まで WGN テレビジョンの解説者を務めアメリカ野球殿堂入りの名物アナウンサーハリー・ケリーと共にリングレイ・フィールドで活躍1998年2月18日にハリーが84歳で亡くなるとハリーの孫チップ・ケリーとコンビを組んで2000年までさらに活躍体調を崩して一時その職を ジョーカーターに譲ったが2003年に復帰。2004年まで勤めてスポーツキャスターに転じ現在に至る。ジャイアンツ時代は時速95マイルを投げる速球投手であったが腕を痛めてコントロール重視の投手に転ずる。ありがとうございます。